あ、電池がなくなる。電池がなくなる。はい、どうも、リアクト TV です。お久しぶりです。というわけでですね、今日はですね、また、まあ、いつも通り僕はだらっと30分ないぐらいで何かこう話していこうかなと思うんですけれども、先週ですね、西川流第70回記念、西川流名古屋踊りというものに僕が出演させていただいておりました。こちらはまあ日本舞踊のステージなんですけれども、あの依頼がありまして僕は出させていただくことになりました。まあいろいろと刺激を受けたので、それも皆さんに聞いていただければなと思うんですが、まあステージ舞台に立っての感想はまた次というかもうちょっと後に喋ろうかなと思うんですけれども、僕今回この西川流の名古屋踊りに触れてというか出演してものすごく感銘を受けたところがあって、まあそれはこの名古屋踊りのパンフレットにも冒頭に書いてあるんですが、その西川流四世家元の西川一正さんが書かれてることがあって、まあそれ最後の方にテロップでずっとスクロールで出します。ぜひそこまで見てくれればなと思うんですが、もう第1文目から伝統というものは昔めちゃくちゃ流行ったもの、これが私の結論ですっていうところからこの最初の家元のご挨拶が始まっていくんですけれども、でところどころにですね、僕はすごい、面白いなというか、あ、伝統的なことをやってる人がこういうふうに思うんだっていうことが書いてあるので、それを僕なりに解釈したことを言おうかなと思います。で何よりも今回感じたのは、伝統をこのままほっといたらなくなっちゃうよっていう恐怖感を持っていらっしゃるのかなって僕は感じたんですね。どんどん廃れてっちゃうよ、維持をしてたらそのままなくなってっちゃうよっていうようなことを考えていろいろされてるのかなって僕はそういうふうに感じたんですね。だからものすごいロビーとかお祭り状態ですし、なんかいろいろ飾られてて、で今現代携帯電話が普及してて、もう各自が写真簡単に撮れる時代のためにスタンディー、記念撮影用のスタンディーがあったりとか、もうロビーは全部写真撮影 OK なので、記念撮影をしてもうそれを SNS とかに上げてもらうっていう試みがすごく色濃く出てて、でこれをやってる理由が何か言ってたな、名古屋踊り観光化3年観光化計画だったかな。だから演劇っていうかこういうものを観光の一つに、名古屋の観光の一つにしようという試みからやってるって何かで読んだな、家元が直接言ってたのかな、いやなんか新聞の記事かなんかで見たんですよ、そうやって言ってらっしゃるのっていうこととかをいろいろ感じて、もうこういう伝統的なことをしてる人たちがそれだけ僕は恐怖感を持っているのかなっていうふうに思ったんですね。今やってることがこのままじゃどんどんなんか価値変わってって全然伝わらない、見てもらえないものに、知られてないものになっていく、それではダメだっていうことからいろいろ動いてるような気がして、だから最近あれですね、歌舞伎の市川染五郎さんとかもアイススケートリンクで歌舞伎コラボやってみたりとか、市川海老蔵さんとかももうなんかよくわかんないことやってますよね。でさらにはワンピース歌舞伎だったりとか、いろんな形でこう伝統的な日本の歌舞伎とか日本舞踊とかがこうコラボして新しい形で見たことない人たちに届くようにっていう試みがすごい色濃く出てて、まあすげえなって単純に思って、でそれが僕を呼んでくださったところの一つの理由でもあってみたい でやっぱりその枠外の僕みたいにね、この日本舞踊の中にただのアクションマンがポロッと出てさあやりましょうって言われても、まあ僕はできませんし、で家元とかその宗師とかも言ってくださったんですけれども、もう踊らなくていいよっていうことをずっと言ってくださったんですね。もう一緒だからお芝居としてやって、その特に強調して言われたのが、なんでこの演目に僕を呼んだのかっていうことを、まあ、直接的ではないですけれども目的はこうだよっ
なんか新しい色が出てお客さんに伝わったらいいな、伝えたいなっていうことを言ってくださって、それをまあなんてプレッシャーでしょうって思いながらやりましたよ。はい、それは怖い、怖かったっすね。ねえ、あのなんかまあそれはその話はまだちょっと後にするからいいんだけど、あの僕は思うんですけど、こんだけの媒体をやられてる人がそんだけの恐怖感を持っている、とにかく人に見てもらわなきゃいけない、残していかなきゃいけない、その方法ってどんな手段があるのかなっていろんなことをやってみてる感じで、ぶっちゃけこの第3部、1部2部3部制なんですけれど、第3部のフィナーレかなにある演目はお客さんが携帯電話とかカメラとかで全部撮っていいんですよ、その演目中。スケロク、うん、これこれ全部撮ってよくて、でそれをもう各自で SNS とかでいろんなもので広めてくださいって最初の前説で家元が言うんですね、その演目の前に。から、うん、あパンフにも書いてある、この作品のみ写真撮影 OK ですから SNS にもどんどん拡散してください。これはね、もうこの家元がね、いかにビジネス的な見解で物事を捉えて活動されてるかっていうのを象徴のような気がするんですよね。まあ西川流しか、もう、うん、なんか今ってまあ携帯電話とかあって SNS があって僕もそうしてるんですけど、 Twitter とか Facebook とかインスタとかもういろんなものがあって、人口1億人全員が総クリエイター時代だとなんかで読んで、あそうだなと思ったんですよ。もうそれぞれが発信源で、もう何かそれぞれが彩ることができる、でそれをまあ言っちゃダメですけど芸術だといろんなことで言えてしまう時代だから、だからなおさらこういうことをしてるのかなと。言ってしまえばあれですよ、僕も思ってるんですけど、僕たちが発信できる内容なんてたかが知れてると思います。僕たちがこういうのやります、見に来てくださいとか、メディアが取り上げてくれて、さあやってく、あのこんなんやってますよどうですかっていうのと、まあそれも効果あると思いますよ。それだけじゃなくて、もう見た人が来た人がこんだけ発信できちゃうんですよ。 YouTube とかもう Twitter とか見たらいろいろ調べられますよね。 YouTube でももうめっちゃ上がってるよな、そういう動画が、行ってきたよっていう、でインスタ映えするようなものが置いてあってそこで撮って、で最近の飲食店とかそういうものでは、あの食べに来るお客様の味覚的要素だけじゃなくて、商品の中に、料理の中に、あのインスタ映えするかどうかっていう着目するところがあるんですって。だからそれを写真撮ってあげたくなるかどうか、その衝動に駆られるかどうかで、それと一緒でもう一度食べたくなるかどうかっていうのを込みで商品開発しているところもあるんですって。それぐらいの状態だから、僕たちみたいなエンターテインメント的なことをやってる人たちが閉鎖的では僕はいかんなと思ってるわけですよ。いかんよ、うん、つまんないかな、伝わんないもんね。それだったら撮ってもらって、撮ること自体が楽しいじゃないですか、やっぱり。だからそういう楽しみ方もあるから、まあ、全演目を見せなさい、見せた方がいいよとは絶対思わないので、見に来た人たちね、お金払って見に来てるのにっていう、まあ、生の舞台だから違いはあるよとはいえども、それはダメかなとは僕も思いますが、方法として使うべきかなとは思いますね。だから今回西川流のこの名古屋踊りを全体として感じて、もう何よりも挑戦的だなっていうのが、こんだけね、あのね、日本舞踊って堅苦しく聞こえるじゃないですか、うん、伝統があって、うん、何十年 何百年近い歴史があるのかな、それぐらい歴史ある人たちが、まあ、廃れることに怯えてっていう言い方が正しいのかちょっと分かんないですけど、それでもこうじゃダメだっていうことで挑戦してるような感じ。もう去年も見に行ったら普通にクラウンいましたし、マクマにね、客席でジャグリングしてたりとかで、今回に至っては僕以外にも一般枠の出演があったんですよね。その一般人が日本舞踊にチャレンジして皆さんの前でステージに立つっていう、でさらになんかね、
ちょっとこれは僕よくわかんないんだけど、中京大学の野球部が来てたんだよね。で、野球部が来てて、俺なんで来てんだろうって、そこはちょっと読み解けないんだけど、第3部フィナーレで、うん、全部の1部、2部、3部かな、フィナーレでおしぼり投げるんですよ。おしぼり投げると、中日劇場で今回、やってたんですけど、2階席があるんですね。2階席の人にそのおしぼり届かないんですけど、この中京大学の野球部の人たち、おしぼりをガチガチにして投げてたんですよね。2階席まで普通に届いてたんですよね。そのためかなって勝手に思いながら、そのフィナーレの時に思ったんですけど、絶対違うよな。まあどうでもいい、うん、どうでもよくない、うん、いいや、うん、まあそういうことも踏まえて、本当にいろんなことが挑戦的に盛り込まれてたなって思いました。とにかくこのパンフに書かれてる僕一番最初の家元の挨拶が印象的で、結構まあお会いして結構何年も経つんですけれども、それからいろんなものの捉え方とかすごく僕自体も学ばせていただいてますし、うん、でまあこっからはじゃあその出てみての感想かなですけど、あのね日本舞踊やってる人たちはすごい堅苦しい本当にイメージがあると思うんですけど、ものすごい物腰が柔らかで、ものすごく覚悟があるからあんだけ迎え入れるっていう柔らかさを持ってらっしゃるのかな。その稽古行くたんびに他の先生方もすごい笑顔で迎えてくれて、大丈夫大丈夫っていうような空気を作ってくださるんですね。だからこそ僕も頑張れましたし、まあでもめちゃくちゃプレッシャーでしたよ。だって畑違いにも程があるもんね。普通にスーツアクターとかアクション俳優で舞台で現代物でめちゃくちゃしてる人間が、さあ名古屋大通りです、日本舞踊の世界にさあ飛び込みましょうって言った時に、一緒に出演してる人たちみんな名取なんですよね。周りの4人ぐらい、僕狐話っていう第3部の演目に出たんですけれども、みんな名取ですし、もうみんな西川もうというか、もうバッチリ踊れる人たちの中で、僕はさあどうやって生きよう、どうやっていようみたいなことから始まって稽古がスタートしていって、まあ最初家元のオファーの仕方は、まあ、ちょろっと出てみませんかっていう、そのアクション的要素を入れたいので、そういうポジションでお願いできませんかという依頼だったんですね。で在宅もう台本いただいて読んで、誰よりも出てるっていう、そう登場人物の中で誰よりもステージにいるという、その西川カークさんと、うん、同じぐらい出てる。そして喋り方もね、日本舞踊だから独特だと僕は思ってますけど、結構稽古中面白いこといっぱいしましたね。そのやっぱり型にとらわれてなんかよくわかんない節回しをしたところで、僕はやれないわけですから、でそんなことよりも伝えるっていうことを重点的にやってましたね。じゃあそれを、そのセリフを映画風に言ってみようとか、ハリウッド風で言ってみようとか、あとはものすごく早口で言ってみるっていうことをやって、強弱をなんかこう探ってみたりとか、ほんといろんな方法をやりましたね。でラフにやってみよう、全演目その話自体をねやってみようっていうことがあったりとかで、まあ最初のうちは僕もやっぱり日本舞踊の演目って歴史があって、ですごい昔に一回つけられた振り形っていうものを代々受け継いで、それをトレースして何度もやっていくっていう形みたいなんですよ。それが全てかって言ったら僕ちょっとよくわかんないですけど、でもそんな感じで過去のビデオを渡されて、それを見て振りを覚えて動きとかを大体同じようにして、それをやっていく。でもって今回はそれを壊すっていう感じでしたね。そればっかりやってると、ウコン宗師かな、宗師が言ってたのかな、自分たちのオリジナリティで最初はやるもんだっていうことを言ってたんですね。だから映すべきものはそこにあるんだけど、それを映すだけじゃあなたたちがやる意味がないでしょっていうようなことをポロッと言うとも言ってたな。
うん、だからこそ、その人なりのやり方でトライをしていく感じ、挑戦して話を作っていく、ああでもないよね、こうでもないよねって出演者同士で言いながら作品を作っていくっていうのが、本来だよっていうようなことを言ってたな。でそれを聞いた時に、あ、全く僕たちがやってる現代的なエンターテインメント芝居、舞台と一緒だなと思って、作り方的には、うん、なんかいろいろそういうところで思うことありましたね。で、まあ振りを覚えるのが大変でしたよ、正直わかんないですもん、三味線の音のこのチンとシャンのシャンで足をバーンみたいなこと言われてもどこみたいな話で全然わかんなくて、本当にカウントくださいって僕何回か言ったんですよ。もうカウントでなんとかするんでって言ったんですけど、そのカウントをやってる時に、まあしょうがないって言い方は失礼ですね、まあそういう風だから仕方ないんですよ。1、8カウントでいきましょうっていうような感じで家元が言った時に、これすごい僕的には面白かったんだけど、で8カウントって1、2、3、4、5、6、7、8でしょ、これが8カウントだと僕は思ってたんですけど、全然違くて1、2、3、4、5、6、7、8って言われたんですよ。ノーをのカウントってどこなんだろうっていう、わけが分かんなくてずっとそれ言われるんですよ。この1、2、3、4はゆっくり右足左足から踏んでいって、その後のノーをの後のところは止まるみたいなこと言われて、え、それ 5、6のどれみたいな。で言ってる家元自体がノーってなんだろうねってずっと言ってるんですよ。わけわかんなくて、その時に1、2、3、4、5、6、7、8って言われて、ここって言われるんだけど、いやだからそのノーがわかんないですよっていうようなことを言いながらやってて、でもずっと全体的にそうなんですよ、教え方。もすごい僕的にはめちゃくちゃ笑っちゃダメだなって思いながら、ちょっと面白くて、面白すぎて、そこから先も何回も稽古行った時に、吐くっていうものは日本舞踊にあまりない感じだと僕は感じました。その音楽の固定のリズム、メトロノームがあってトントントンの中に空気、動き的なもののリズム、芝居のリズムとかそのリズムを刻んでるんですけど、何に合わせてんのっていうところが不明なところがいっぱいあって、で、うん、決め事が、だから8カウントとかで今僕らはダンスとかでこの裏拍とか、よく僕もダンス得意じゃないからそういうのあんまよくわかんないんですけど、8の後拍で取る、決めるとかあるんですけど、決めるところはやっぱ日本舞踊でもいっぱいあって、なんですけどトンテテトンテンタンジャンって言われるんですよ。どこっていう話なんですね。どうやら三味線の最後の音に合わせて足踏みバーンっていう音を取れとか、無音のところでリズムを取れみたいな雰囲気があって、えっていう話、無音でしょ、その前後に音楽あるから、その空気感のままここでそのリズム感の中で動いてスタートするんだよ、あーそうっていう、もう本当に未知でしたよ、もう訳が分からん、本当に、うん、それをもう僕本当にまあ昔ちょっと触ったことがあったのでまだ抵抗感は弱まってたんですけど、もう本当に分かんなくて取れなくて、でやばいと思って寝る前に必ずそのいただいてた音源を流し続けてたんですよ。それぐらいしないと取れなくて、でそれでもどこ踊ってんのか分かんないんですよ、何回もやらないと。実際にその音で動いてみてやって、テープでね、でやって、もう今俺これどこだろうっていうことがいっぱいあって、で何回か稽古した時に家元がとらわれんなみたいな雰囲気を出してきたんですね。っていう、音楽の雰囲気って言ってたですねっていうんですけど、なんか家元って結構目線を先に持ってる方で、あ、これならもう崩し始めても大丈夫だなっていうポイントでどうも言ってきてくださったような感触を僕は後で受けましたね、お話しして、うん、僕もやっぱり
最初そんだけ伝統あるものだからまずこの形を覚えよう、壊してほしいって言われてたんですけど、いきなりオリジナリティをぶつけたところでそれはもう全く別のものですし、そうじゃなくてその今あるものを僕なりの解釈でどうやって表現するかっていうところに、あ、僕の存在意義が、リアクト TV です。充電が切れまして再度撮り直してます。どこまで喋ったかちょっとよく覚えてないんですけど、リズムじゃなくて形を壊す前にオリジナリティ出しても意味ないよっていうところですね。やっぱりそんだけ形のあるものだから、その形を一回自分のものにするっていうか、一回自分に落として一体どこで僕のオリジナリティを入れていけるのかなっていう風で僕は挑戦しました。そのでもね、今回はそのやっぱり日本舞踊っていうことでそこの殻が硬くて硬くて、稽古回数10回ぐらいかな、10回ぐらいだった気がする、5、6回ぐらいまではもうやっぱその恐怖感ですよね。これ許されるのかなとか、こんなことしていいのかなとか、やっぱそういう制御がかかっちゃって全然やれなくて、でまあそれでもやっぱりパッと前から見ると結局それでやっちゃうと僕は踊れてない人がやってるっていうことになっちゃうっていうのはもう言われてるし、頭でも僕は理解できてて、なんだけどどうしてもその形っていうものを壊すっていうのは単純にオリジナリティを出すっていうことよりもしんどいんじゃないのかなって今回僕は思いました。やっぱりね、特にもう普通に踊るわけだから、それにねアクションをどうやって盛り込んでいくかとか、アクションマン的な動きをどうやって入れるかとか、その僕なりの僕役者としてのオリジナリティもどうやって入れていくかとか、いろんなことを考えながらやってって、どこだったかな、どっかの稽古でその殻がひび割れたんですよね。でそこからはもう毎回毎回稽古までにこここうしよう、ああしよう、こんな感じにしてみようっていうのを作ってって見せて、で大体 OK なんですよ。まあ、それが面白いんですけど、あ、いい、そんな感じ、あ、そういうの言っていきましょうみたいな。で今回の話最後の方にちょっと立ち回り要素的なものを入れてほしいって言われて、最初すぐぐらいに稽古2日目ぐらいにもう振り付けてやって、でまあその時は僕はもう攻めの姿勢がなくて守りの姿勢でつけてる振りだからすごい物足りないものなんですよね。こことここの定点だけ残しておいてその間をごちゃごちゃさせてほしいっていう要望で、でそれをやらせていただいて、それでもその日本舞踊っていうものにまだとらわれてる時の僕なので全然面白みもこれアクションじゃねえよぐらいのものがついてて、でから破れかけた時にその一緒に出演してくださってる皆さんと家元とかに相談して、ちょっとどうしてもやっぱり縦の部分が縦じゃないのでもうちょっとやっていいですかっていう相談をして、皆さんも大変な時期なのにいいですよっていうことで振りを変えて、でもうパンチ出すわ蹴り出すわみたいな、飛び蹴り出すわみたいな感じにして、でまあ OK だったんですよね。結局僕は見てないのやってる本人なのでどう見えてるのかわかんないんですけど、家元曰くまあいい感じのケミストリーだったよねってラインが来て、ケミストリー化学反応ねだったっていう、でお客さんも違和感がないというかこういうものなんだっていう捉え方をしてくれたみたいで、結構でその途中の稽古でもチャレン挑戦したような動きでやってみて、それを奏者やら名取の皆さんやらに見られる回があったんですね。その時のその雅子先生が言った言葉が僕の中で結構でかくて、アニメみたい、漫画みたい、面白い面白いって言って去っていったんですけど、すごいそれでちょっとホッとしたというか、それだけやってらっしゃる方がそれを見て許せるってことは誰が見たって許せるんだろう、そういう形なんだろうっていう風に僕は捉えて、そこから楽しくなりましたね。それまではちょっと怖いとかプレッシャーが強くて楽しむっていうより学ぶ楽しさが強かったんですけど、それ以降からなんかこう作る楽しさと表現する楽しさになってるかなとは
思いました。今こうやって喋りながら何か喋ろうと思ったんだけど忘れちゃったな。何だったかな。とにかく挑戦的だったなっていう公演でしたね、僕的にも。何だったかな、なんか結構大切なことを言おうと思ったんだよな今な。何だったかな、忘れちゃったな。あ、そう、思い出した。そう、地合わせっていうのがあって、僕知らなくて、あの演奏家さんとかがいらっしゃるんですね。やっぱ日本舞踊横で三味線弾いてたりとか、長唄っていうのかな、僕ちょっと正式名称が全然知識疎いからないんですけど、歌をね歌ってらっしゃる人、筒を叩いてたり、いろんなことしてる人たち、演奏家さんたちと合わせるっていう日があったんですね。で、生演奏なんですよ、その稽古の時って。だから目の前に、ステージの目の前にその人たちが30人ぐらいザッといて、で、武漢さんやらいろんな人がいて、その前にお披露目するんですけど、合わせるために一回こっきりで。で、まあその時に衝撃的でしたね。あのテープと全然テンポ違うっていう、あと音違うっていう。だから合わせようと思ってた音が消えてるんですよね。消えてるっていうか僕は認識できないんですよ。あのテープとかは結構多分あれ三味線の音とかを強めに聞こえるようになってたような気がするんですけど、でも生で聞くとやっぱ何が一番強いかって太鼓の音とか筒の音とかがすごいはっきり聞こえちゃって、あと歌ってらっしゃる方の声とかが耳に入ってきちゃって三味線迷子になって、一体僕はこれどこやるんだろうっていうのになりましたね。でもそれでもまあなんとか前から見てたらついてってるよっていうようなこと言ってくださったんでよかったんですけど、いやあれびっくりしましたね。あと本番前にそれだけの人に見られるっていうのは大切だなって思いました。普通に僕たちが舞台作るのって自分たちでやって稽古して芸練やって、まあその前にリハーサルとかやって芸練やって本番、初めて本番でお客さんの人目に触れると言うんですけど、ゲネも本番だよっていうつもりでやるけど、人の目があるっていうものはもう段違いにストレスがかかる。自分に対して、表現することに対して見せなきゃいけないっていう義務感も働いて、ゲネっていうのは僕の中では自分の中で消化するだけっていうふうに思ってるので、どんなに頑張っても本番にはかなわないものだと思ったんですけど、その地合わせだけは本番と同じかそれ以上の空気感というか視線の強さ、だってみんなその振りをまず見てどういう風にやるかっていう強い、ね、意思で見てくださってるから、まあ圧力が強いですね。で、そうそうたるメンバーの皆さんがいて、その中にね飛び回ってるよくわかんないやつが一人おるなっていう、もうその時の恐怖感すごかったですね。とにかく今回は恐怖感が強かったっす。今思えば楽しいで終わってるし挑戦できてよかったなっていうのがありますけど、怖かったなって思います。1回目初日その狐話っていう演目で、僕セットの中の箱みたいな中入ってて、その扉をパーンって開けて飛び出てくるんですけど、その前から演目スタートしててカークさんが踊ってセリフ喋ってるんですけど、それまでステージ上にいるのに閉じ込められてて、お客さんの声だけ聞こえて、もうタイミングになったら飛び出なきゃいけないと、もう怖い。はい、どうもリアクト TV です。というわけで充電が2度目の切れを起こしまして、まあ怖かったよっていう話で、もうこれも充電即座にやってるのですぐ切れちゃうので、まあとにかく恐怖心が強かったよけど、まあ終わってみたら楽しかったよ、お客の目線怖すぎるよ、異世界だよここって思いながらやりつつも、結構ふざけてやらせてもらったし、ドリフみたいなことも発生したし、本番中に傘がひっくり返るっていうね、あのバサッて開けたら違う方向にバンって柵になっちゃって、で普通だったらねそんだけ硬いところだから、あ、やってしまったって思うはずなんだけど、僕の引き出しがおかしいのか、なんかパッてやったらあーっていうなんかリアクションしちゃって、ドリフみたいなことずっとやってきて、あーって言いながらでゆっくりやってっていうのもあって、まあそれも楽しい。なんかね学園に戻っていったら全員にあざといって言われたね違う狙ってやってるわけがないんだよそんなことを、そんな場所でやるわけがないのにそんなこと言われる。普段も俺はどういう風に見られてるんだと思ったけど、まあそんなわけでものすごいいい経験ができました。名古屋踊り第70回記念西川流名古屋踊り、今年来年の3月でこの今回お世話になった中日劇場、ずっと中日劇場でやってらっしゃると思うんですけど、が閉館して、
来年からみその座に移ってやるそうです。もうよかったら来年見に来てください。見に来てたら僕いるかどうかよくわかんないけど、うん、ちょっと変わると思います。世界観いろいろと。で、この後にですね、まあ一松先生家元の言葉をテロップでスクロールで出していきます。それも絶対読んでください。もう今若い子で芸語でやってる人たちは読んだ方がいい、見た方がいい。上の方にいる人が本当にこんなことを考えて今あるべきものを後世につなげなきゃいけないという義務感に駆られてやってるっていうのは、僕らが維持してるような動きしてたらダメだと僕は本当に思った。これを読んで、なのでぜひそこまで見てください。で、これさ喋ってる間ずっと写真とか変な動画とか流れてると思います。名古屋大通りので、それは全部許可を得て出しております。家元にもご相談していいと思います、全然大丈夫ですということを言っていただきましたし、ダメなところは後で僕に連絡くださればそこはカットすることができますので、お願いします。で、名古屋大通りのこと、西川流の皆さんのこととかは概要欄にまた貼っておきますので、ぜひ見てください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わります。2度の充電切れもありましたが、まあラジオのように楽しんでくださったかな、いいと思う。ちょっともう疲れちゃったからね、トークしててね、最後はダラダラでいいと思うんだよね。このまま充電が切れるまでこうやってダラダラと喋ろうかなと思ってます。じゃあとりあえず先に挨拶だけ終わらしておきます。ありがとうございました。